さあ今回はね、非売品デッキでバトルしていきたいと思います。まあこんな感じでね、まあほとんど無料配布とかかな、あとなんかのおまけのカードとか、まあ、とにかく非売品のプロモーションカードっていうことでね、そのデッキで組んでみたんで、今回それでバトルしていきたいと思います。さあ1ラウンド目はどうせ相手はセルゼの一人出しだと思うんで、まあこっちもあんまり攻められないかな。まあセルゼノは1000ダメージしか食らわないから、あんまりチャージインパクトとかは関係ないんだけどね。今回一応勝ってポルンガスーパードラゴンボールを集めていく感じです。でゴッドメテオ、ビルスが持っているんで極炎のゴッドメテオを投げます。まあこれで2ラウンド目は安泰っていう感じかな。さあ続いて相手の攻撃、まあ、相手もそんなに強くないからこれは勝てば特に問題はないかな。さあ2ラウンド目バトルアプリを発動します。今回発動するのが確か召喚アプリだよね。でこの前ゲットしたスーパーミラーを召喚します。これ結構パワーとガードが高いんでね。で相手は化け物が巨大化します。相手にはスーパーウーブがいるから、まあ、2ラウンド目は先行は取れないかな。まあでも極炎を投げてるんで、まあ、ダメージに関しては気にすることは特にないかな。さあ禅王様が登場、これで相手一人が攻撃できなくなります。セルゼノがでかすぎる、仲間踏んでんじゃないのかなこれ。負けちゃいましたね。まあでもそんなにダメージは通らないかな。
さあ相手巨大化なんでね、ここはちょっと気をつけてチャージインパクトを押さないとまずい。 OK。 で敵のバトルアプリで、まあ、攻撃受けちゃうんだけど、まあまあこれは仕方ない。敵がゴッドメテオ、マジンドギムルがもう一応アタッカーにいたんでゴッドメテオですね。さあ続いてこっちの攻撃、そしてミラ結構パワー強いんでね、ダメージが結構大きいんでね、チャージインパクトで勝つだけでも。そして追撃チャンス、今のところ敵のHP が6000ちょいあるんで、まあ、次のラウンドで先行取っていけばいいかな。仲間のアビリティで戦闘力がかなり上がるんだよね、3ラウンド目で。そして気力全回復、これは結構嬉しい。さあ準備は OK。 相当高い戦闘力になるね、アビリティで。ゴッドメテオだけど、まあそれは気にしないで突っ込みます。さあロックオン、さあ戦闘力38000、まあこのラウンドで余裕で決められるでしょう。さあ奇跡の一撃、これたまに5倍になるんだけどね、まあ、大抵 1.2 倍ぐらいしかならないんで。そしてフリーザ様、この天使のフリーザ様結構個人的に好きですね。ロックオンの 1.5 倍なんで、まあ、結構ダメージいきますね。デスボール、ということでね、今回は非売品のプロモーションカード7枚を使ってデッキを組んでみたんだけどね、意外と使えるカードも多かった。